皆様こんにちは。シトロエン所沢の水谷でございます。本日は認定中古車のご紹介というところで、動画を撮らせていただいております。本日もご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速お車の、簡単なご紹介をちょっとですね、本日今ちょっと急に雨が降ってきてしまったので車内の方から失礼いたします。で、今回ご紹介させていただくお車なんですけども、とても珍しい一台といいますか、私の超一押しのお車が入庫いたしましたのでそちらのご紹介です。C5 エアクロス SUV フェイスリフトの今の現行の車が入庫いたしました。そちらのご紹介をしていきます。お車の年式は2022年の11月というので、令和4年の11月、昨年の11月がお車の年式となっておりまして、なんとこちらの C5 A クロスディーゼルのお車が、主流ではあったんですけども、今回ハイブリッドのお車となっております。排気量は 1600cc のお車となっておりまして、エンジンの駆動方式は肉のお車でございます。ハンドルはもちろん右の日本仕様のお車です。では早速ですね、お車の外装とあとはちょっと後部座席のお車状態を撮らせていただきましたので、そちらまずチェックしていきましょう。よろしくお願いいたします。皆様いかがでしたでしょうか。本日ご紹介させていただいたのはシトロエン C5 A クロス SUV プラグインハイブリッドで、グレードは社員パッケージというですね、このガラスルーフがついている、お車のご紹介でした。お車の年式は2022年の11月で、走行距離は約3000キロほどしかまだ走ってないっていうお車ですね。入庫した経歴としては弊社試乗車として活躍してくれたお車となっておりまして、乗車定員は5名までが乗れるお車なんですけども、ちょっと今回ご紹介できなかったので、後ろのハッチですね、そこのこう広さといいますか、このユーリティリーというか、なんと魅力的な魅力が詰まったお車になっております。またですね、この C5 A クロスの私の好きなところはですね、座っていて疲れないっていうのが一番のメリット。あとは室内空間、シトロエンの車自体全部そうなんですけども、室内空間をですねより快適に、過ごしやすくなったっていうのが C5 A クラスかなと思いますので、ぜひですねご検討よろしくお願いいたします。 C5 A クラスですね、もうすごくかっこいいと思いますので、ぜひ、お問い合わせお待ちしております。今日はこんな感じ。あ、最後すいません失礼しました。車両本体価格の発表はまだでしたね。車両本体価格の方はですね、578万9000円で、提供しております。そこにプラス諸費用が乗ってくるようなイメージとなっておりますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。お問い合わせフォームは下記概要欄をご参照していただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日はこんな感じで、動画のご視聴ありがとうございました。また次の素敵なお車でお会いしましょう。シトロエン所沢の水谷が送らせていただきました。それではまた。